豊岡博子は料理ミルクファイバーライスを考案した栄養士。かつて所属していた学校食事研究会では専門誌、学校の食事の編集に携わっていた。東京家政学院大学卒業後、学校食事研究会の栄養士として隠し混立ての考案を行った。また、同会の発行している学校給食の専門誌、 学校の食事の編集者でもあった。1980年代学校給食に登場した、エビ、アサリ、ニンジン、玉ねぎなどが入った、ミルクスープベースの麦入り炊き込みご飯。1982年、学校食事研究会が発表した。食物繊維が見直されてきた時代に、食物繊維の摂取のために麦ご飯を食べよう、しかも牛乳で炊いてみようというコンセプトで、 土曜岡博子が考案した。使用する麦も、子供たちに不人気な平べったい麦ではなく、製爆の際に圧力を加えず形も米粒に似た、米粒麦を利用、牛乳と水の比率を1対1とし、米80%、米粒麦10%前後、それに貝や野菜の具を入れて炊き上げ、ピラフ風に炊き上げる。このご飯を食べると、 当時の小学生に認知度が絶大だった、俺たち氷金属の竹ちゃんマンのように強くなれるぞ。というキャッチコピーから、竹ちゃんマンライスと言われた。一時期は全国的に広がったが、こんな手になっていた期間が短いのと、作るのに手間がかかるためか、学校給食のメニューとしては普及しなかった。しかし2010年代現在でも、健康食として愛用者が多いと言われる。 日本経済新聞1982年10月4日、長官ミルクファイバーライスに関するカテゴリー。ありがとうございます。